本来であればこの他神社の境内の中をですね参集いたします。今日は見立てた場所で参集をいたします。その後に獅子と八枚の光線がございます。光線は3箇所で行っておりますが、その3箇所と申しますのは他神社前、そして本殿の前、それから池の池があるんですけども、本来は池に見立てたところありますが、3回取り行うとしております。その後に早乙女によります手踊りがございます。これは宴、宴によく踊り等があるわけですが、その一つと捉えていただければよろしいかと思います。どうぞ昼間もしっぱりというのがございます。昼間もしというのは今で言えば親でございます。昔は青いの大変ですね、浜の時ということで、今荒木さんの方が頭の上に乗せて歩いております。これは親というもので平安時代の
里山節で締めさせていただきたいと思います。めでたく田植えができて宴の席で早乙女が踊ったであろうというふうなことでございました。昔はどんな踊りだったかは存じませんが、近年はこのようないろいろと踊りがあるわけですが、thank you.